AXN ゴールデングローブ賞現地レポーターとしてゴールデングローブ賞の現地取材を終えたばかりのリリコさんの登場です。リリコさん、お帰りなさい。よいしょ、ただいまでございます。まずは無事帰国して本当に良かったです、ありがとうございます。なんだか日本は雪でしたね、そうですね。栗原類さんのご登場です。よろしくお願いします。類類来い。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。AXN ゴールデングローブアンバサダーに選ばれたお気持ちはいかがですか？いろんな方々から愛されているセレモニーに自分は本当にふさわしいのかと、やはりちょっと不安もあるので。そうなんですか。栗原さんといえばね、みんなに愛されてるキャラクターですもんね。もう去年の暮れからもうあまりにもご一緒させていただきまして、もう何が何だかもう私が産んだんじゃないかなと思うぐらい。産んではいないですよ。あ、そうなのね。はい、わかりました。一緒に仕事してる割にはこうそれ以上の距離感が縮まった感じがなかなか見えないのもまた。そうね。私からはでもすごく近いんですよ。でもずっといつもこんな感じされて、はいじゃなくて。最年少でしかも男性としてはですね、初めてこの AXN ゴールデングローブアンバサダーに選ばれたっていうことなんですけど、男性をできれば僕を最初で最後にしないでいただければ幸いですね。なかなか栗原さん以上に魅力ある方を見つけないと、ね、男性ではアンバサダーになること難しいと思いますので、いや僕以上に魅力がある方はこのようにいっぱいいます。そんなことを控えめな方でいらっしゃいますけどね。今日はキラキラしていっていただきたいと思います。今回ゴールデングローブ賞70回を迎えるという記念の時でございまして、こんな時ですから、ちょっとゴールデングローブ賞になぞらえてですね、なんかリリコさんやってみたいことって何かございませんか？本当ですか？この質問よくないですよ、私に。いやいやいや、今こそ言うタイミングかなと思って。わあ、どうしよう。ね、今年の抱負はですね、去年もずっと、年末からずっと言ってたんですけれども、クリクリは今までキスしたことないということで、私がファーストキスを奪うというそれが私の今年の。リリコさん、リリコさん実は僕の母親と本当同い年なんで。それダメですかね？キスダメです。キスダメ。ちょっとだけ分かりました。じゃあ、ぜひ来年とかゴールデングローブ一緒に行けたらすごいなと思って、エスコートとかそこだったらちょっと触れるぐらいだったらどう？エスコートリードするどうやるか分かんないんですけど、ちょっとじゃあ練習してみましょうかね。ゴールデングローブ賞でですね、ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーがエスコートしてる写真ご用意しました。これアンジーですか？私かなと思ったんですけど違う。ずいぶん老けてますね。よく似てますけど。これ昨年のねゴールデングローブ賞のレッドカーペットに登場した時の模様なんですけど、ちょっとこれを真似してみましょうか。はい。おお、よだからかっこいいじゃないですか。ちょっと歩いてみて。恋しないとかっていつも言うんですよ。もう私は絶対一生恋しないとかって言うんですけど、それないから。それすごく悲しい、それ生き方として。でも人間はでもじゃないの。最初にでもとかそういう人はダメなのよ。では、やられたな。では人間は恋をしなきゃいけないというのはなぜ、誰が決めたんですか？いや誰も決めてないのよ。恋ってすごい素敵なんです。恋ってとってもよくて、だからすごい幸せになるのよ。だから猫ちゃんとかと遊ぶのと DVD とか見るのも大事なんだけど、絶対に欲しくなるって。この世に恋をしない男性も結構いますよ、僕に。そういうのはすごい悲しいのよ、こういう肉食系からしてみると。逆に素敵かもしれないですし、リリコさんにもおすすめできると思いますよ。恋をしない？はい。無理。すぐする。いや、お仕事非常にお忙しいのに。仕事と恋は関係ない。だから恋しましょう。この人素敵だなって思う人なんかいるでしょ、どっかにね。テレビでもいいし、タレントさんとか。いるかは分からないです、僕も。いるでしょ、誰かいっぱい映画知ってるんだから。いや本当にいないんです、普通。いやだからそれが明日タイトルになるんだから、なんか言った方がいいって。いや言った方がいいですか？だからもうリリコでいいよ。やはりナタリー・ポートマン。あ、言うんだ、やっぱりリリコじゃないんだ。ナタリー・ポートマンがいいそうです。私はコリン・ファレルがいいです。そうだったら本当のこと言うなら知ってるんです。